来るからな。いい子にして待ってるんだぞ。妹のことは心配するな。わしがしっかり見ておいてやる。ありがとうございます。炭治郎、お前はわしと同じで鼻が利く。それが最終選別を戦い抜く鍵となるかもしれん。鼻、嗅覚を研ぎ澄まし危険を察知しろ。お前ならできる。そして必ず生きて戻ってこい。はい、行ってきます。鱗滝さん。これは？ん？ん？人とマコモによろしく。炭治郎、なぜお前が。死んだあの子たちの名を知っている。ここが藤重山か。すごい、こんなに藤の花が。咲く時期じゃないはずなのに。こんなにいるのか。ああ。こんばんは。皆様、今宵は鬼殺隊最終選別にお集まりくださってありがとうございます。
この藤重山には鬼殺の剣士様方が生け捕りにした鬼が閉じ込められており、外に出ることはできません。山のふもとから中腹にかけて鬼どもの嫌う藤の花が一年中狂い咲いているからでございます。しかしここから先には藤の花は咲いておりませんから、鬼どもがおります。この中で7日間生き抜く、それが最終選別の合格条件でございます。では行ってらっしゃいませ。鬼がこの先に。ここには鬼がいる。おじけづくな。前へ進め。前へ。
入り口は藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに、山の中は全く様子が違う。異様な山だ。よし、よし。四方から匂いがする。人が恐れている匂い、興奮している匂い、それに鬼の匂い。いきなり二人やれるだろうか。やめろ。くずまずい。もう一度水風呂思った以上にすばしっこい。見える、鬼の動きが見える。鬼の動きが見えるということは対処しやすい。今の俺ならできる。くっ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 水風呂とっちゃいっくっ水風呂ゴリャ掴んだ。見えた、ジェノイト。よっしゃ、別の鬼。いける。切れた。鬼に勝てた。強くなってる。鍛錬は無駄じゃなかった。ちゃんと身についた。成仏してください。よし、行こう。なんだこの腐ったような匂いは。これは。
落ち着いて動きを見ろ。修行の時を思い出せ。どうしたんですか？大丈夫ですか？わけわかんねえ。鬼にやられたんだろうか。それにしては傷が少ないような。変な奴が誰かで構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと叫びながら。確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。鬼じゃない。人のような、でも獣のような。なんだ。ちょっと詰申せ。よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。血の匂いだ。来る。あ、他の参加者だ。でも妙におどおどしているというか。なんだよ本当。ただの風なの？風なら風って言ってよ。
もっとそういうのやめて。いきなり風が吹くとか心臓が口から出てくるから。本当に一人で驚いて一人で怒ってる。ただでさえ周りは暗いし鬼がうろついてるし、何なの、なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの。俺嫌だって言ったのに。いやー、もう嫌。やっぱり風で木が揺れただけなんだけど、参加者にもいろんな人がいる